こんにちは、しおちゃんのお時間です。竜宮の使いは銀白色の体に長く伸びた赤い背びれと腹びれが美しく神秘的なため、この魚の生きている姿を直接見てみたいと思う方は多いのではないでしょうか。しかし竜宮の使いを捕獲して水族館に移しても数時間しか生きることができません。それではなぜ竜宮の使いを飼育することができないのでしょうか。そこで今回は竜宮の使いの生態を見ていくとともに、飼育できない理由について解説していきたいと思います。ちおちゃんでは生物などを解説しているので、興味のある方はチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは始めていきましょう。まず竜宮の使いを飼育できない一つ目の理由として、そもそもこの魚を見つけるのが難しいということが挙げられます。竜宮の使いは太平洋、インド洋、大西洋など世界中の海の外洋に幅広く分布しますが、水深200から1000メートルの深海に生息するため、人前に姿を現すことは滅多にありません。彼らは海底から離れた中層を漂い、群れを作らずに単独で生活する深海魚です。そのため実際に生きて泳いでいる姿を撮影した映像記録もほとんどありません。このように生きたままのものを見つけ捕獲することは困難で、飼育に至るまでの機会が滅多にないのです。しかし竜宮の使いはその得意な大きさと形態から一般によく知られた深海魚の一つとなっているため、日本では捕獲あるいは漂着した個体を水族館で展示することが何度かありました。ここからはいくつかの日本での飼育例を挙げていきます。長崎県の九十九島水族館海きららでは、2010年1月9日、平戸市の水深約20メートルに仕掛けた定置網にかかった体長約 3.8 メートル、体重約35キロのオスを譲り受け、水槽で泳ぐ姿を一般公開しています。しかし、公開34分後には死亡しました。石川県の能登島臨海公園水族館では、2015年12月22日朝、七尾市沖の定置網で、生きたまま捕獲された約3メートルの個体がおよそ3時間半にわたって展示されましたが、その日の午後に死亡しています。兵庫県の城崎マリンワールドでは、2021年2月7日水族館近くの竹の海岸にて竜宮の使いが捕獲され、水槽で泳ぐ姿が数時間展示されました。しかし同日中に死亡しています。宮城県の仙台海の森水族館では、2022年12月7日石巻市の金華山沖で定置網にかかった全長4メートル43センチ、体重44キログラムの竜宮の使いが展示されました。しかし水槽に入ってから約30分後に死んでいます。このように水族館で飼育された個体は皆当日中に死亡してしまっているのです。次に竜宮の使いを飼育できない2つ目の理由として、その大きさが挙げられます。彼らの多くの個体が全長3メートルほどですが、最大では8メートル、体重278キログラムに達した個体が報告されており、これは現生する硬骨魚類の中では現在のところ、世界最長の種になります。竜宮の使いの体は左右から押しつぶされたように平たく、太刀魚のように薄く細長い姿をしています。彼らは普段、全身をほとんど直立させた状態で静止しています。そして移動する時には体を前傾させ、長い背びれを波打たせるようにして泳ぎます。このように非常に大きな魚が遊泳できる長さと深さのある水槽を持っている水族館が少ないため、飼育が難しいのです。ちなみに長い体を持つ竜宮の使いですが、自分で胴体を切断する自切ができます。自切は外敵から逃げるためや栄養不足を回避するために行うと言われています。頭の近くに内臓が集中しているため、自切しても生存できるのですが、その場合トカゲの尻尾のように再生はしません。そして竜宮の使いを飼育できない3つ目の理由として、水圧や水温など彼らの生息する環境を再現するのが難しいことが挙げられます。深海では約10メートル深くなるごとに水圧が1気圧ずつ増加します。200メートルの深海では約20気圧の圧力がかかり、深さ6000メートルまで行くと超深海層となり、水圧は600気圧を超えます。
例えば水深 6500m では1平方センチに約 680kg の力がかかる計算となり、手のひらの上にアフリカゾウ7頭分の重さがのしかかるほどの圧力です。しかし深海に住む魚は体が脂肪や血液などで隙間なく満たされているため、水圧に耐えることができています。また浅い場所に住む魚は浮き袋に気体が入っているので水圧で潰れてしまいますが、深海魚は浮き袋や内臓に気体の代わりに油を入れているので水圧に抵抗できています。このような深海に適応したリュウグウノツカイは自らの体を浅い水のより低い圧力に合うように調節することができません。また深海では水温が低いためクーラーも強力なものが必要になります。現在の技術ではリュウグウノツカイのような巨体を維持できる大きくて水温水圧を調節できる水槽を作ることができません。それでは小さな赤ちゃんの頃からリュウグウノツカイを飼育したらどうでしょうか。2019年1月28日沖縄県読谷村の沖合で全長およそ3メートルのリュウグウノツカイが2匹網にかかりました。この2匹はオスとメスで水族館に運ぶ間に死にましたが、研究のため沖縄美ら島財団総合研究センターがそれぞれの体内から取り出した精子と卵子で人工授精を行ったところ、受精に成功し約2週間後におよそ20匹の赤ちゃんが生まれたのです。このリュウグウノツカイの人工授精と人工孵化は世界初になります。赤ちゃんは全長およそ7ミリに成長し、成魚に似た長く伸びる背びれが確認されました。リュウグウノツカイの食性は遺内容物の調査によりプランクトン食性と推測され、オキアミなどの甲殻類を主に捕食していると考えられています。また彼らの卵は水に浮く浮生卵で海中を浮遊しながら発生し、孵化後の仔魚は外洋の海面近くでプランクトンを餌として成長すると考えられています。そして稚魚は成長に従って水深200から1000メートルほどの深海の中層へ移動すると見られています。しかし研究センターでは稚魚を分散し、使用する水や形が違う複数の水槽で飼育していたものの、餌を食べずに衰弱する様子が見られるようになり、全て死亡してしまいました。このようにリュウグウノツカイの生態はまだまだわからないことが多く、飼育方法もよくわかっていないのです。リュウグウノツカイの漂着した個体が解剖調査を行った後に調理して試食されたことがあります。身に臭みや癖がないことや、食感が鶏卵の白身のようであること、内臓の部位によっては味が濃厚であることなどが報告されています。試食した人は刺身で食べたらゼラチン質がプリプリして甘みがいっぱい、まるでエビの刺身だと食レポしています。また鍋で食べても身が甘くてつるっとした口触りで柔らかく、鍋いっぱいがあっという間になくなるほど好評だったそうです。今後科学技術の発展によりリュウグウノツカイがあつ森のように水族館で飼育されたり養殖されて皆さんの食卓に並んだりする日が来るのでしょうか。皆さんはどう思われましたか。コメント欄にてご意見をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はいいね、チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次回のジオちゃんでお会いしましょう。